お疲れ様です。アットです。というわけで今回もね、クラッシュライダーやっていくんですけど、皆さん、明けましておめでとうございます。というわけで、今年もね、よろしくお願いします。まあ、今更って感じなんですけど、久しぶりのね、まあ、動画投稿かなと思います。YouTube の生配信はね、やってたんですけど、生放送。まあ、動画をね、上げるっていうのはやってなかったんで、まあ、久しぶりかなと思います。で、もうね、今8000いったよというか、こうね、賑やかなんですけど、最近。僕もね、8000来ました。もう8000超えて、8076までね、来ちゃいまして、今世界39位。で、もうあと、もうすぐね、シーズンもフィニッシュする。あともう5時間ですね。5時間で終わるんで、もうワンチャンね、結構上位を狙える状態でございます。そしてですね、こちらね、サブアカの方もね、なんと8000到達しております。いやー、ちょっといいですね。はい、気分がいい状態でございます、非常に。はい、というわけで、まあね、基本的にこのスケラー使ってきたんで、まあ、このスケラーのリプレイ紹介しつつ、最後ね、マルチ、もう実際にね、行ってみようと思うんで、8100、まあ、勝てば81かな。なんで、まあ、リプレイ興味ないよって方は、最後の生マルチだけでもよければ見てもらえるといいかなと思いますで、まあ、リプレイなんかいろいろ途中、なんかデッキ、そう、迷走してたんですよね。こっちのラットのアカウントの方は7999まで30紙で行ったんですよ。そう、7999まで30紙で行ったんですけど、8000に行けなかった。8000に行けなかったんで、今このね、強いスケラの方を借りてきました。よいしょ。というわけで、まあ、クロスかな。クロスは、まあ、勝てたんですけど、これ。理論上勝てません。基本的に勝てません。相性がめちゃくそ悪いです。まあ、なんですけど、まあ、本当に運が良かったとしても一応勝てたんで、こうどうやって勝ったんだろうなっていうのをこう見てもらえればいいかなと思います。これもこの人がクロス使いっていうのは分かってたんで、こう決断にした瞬間に端前クロス来るっていうのが分かったんですよね。なんでこうマスケ裂いてアイゴレみたいな、まあそうクロスに勝つにはもう読みをこう決めていかなければ、もう勝てないぐらい、今言ったら相性がね結構厳しいです。なんでまあこう思い切っていいですね、クロス来ると思ったら。よいしょ。はい。でこうまあやり方としては、絶対に前半は攻めません。前半攻めてもこう相手がめちゃくちゃコスト割いたりしたとかならいいんですけど、基本的にこう前半ね、こうダブルエリクサータイムに入るまでに攻めてしまっても、相手のアーチャーにポイズン打てないんですよね。でポイズン打ったらその瞬間にこうクロスちぎられて終わるんで、基本的に前半はこんな感じで、もう守りですね。様子見の時間ですね。よいしょ。で、これは、もう相手スケラ打ってくるの待ってますね。こう絶対、スケラ打ったらその瞬間アーチャー置かれてクロス来るんで、打たずに、よいしょ。防衛をしていきます。で、陸受け、しっかり受けて、まあ、雪玉までね、結構打っていきますね。だから雪玉の遅延効果入るだけで、クロスボウ、ユニットがクロスボウに、殴れる回数が増えたり、するんで、結構ね、雪玉はカード回しにもなりますし、結構防衛で活躍しますね。で、今のところ、こう、マスケとかボムタワーで、こう、防衛してるんで、相手もそろそろね、端前、こう、テスラ置いてくるだろうとか、こういうボムタワーを警戒してくるだろうっていうので、一回こう、低めに受けつつ、ここは行くんかいって感じなんですけど、こう、早めに壊していきますね。まあ、アーチャーがちょっと美味しかったですけど、多分マスケ警戒のアーチャーでしたね、あれは。はい。まあ、こんな感じで前半も耐えるだけでしんどいんですよね、僕からしたら。なんで、クロスはマジやりたくないんですけど、このスキラめちゃくちゃ強いんですよ、本当に今。よいしょ、一回こう耐える。で、端前警戒来ると思って、今回は、違うね、守り方をします。で、このクロスボウって、この位置のマスケットですね。マジで、よく、なんか、上から2マスぐらいの一番端っこに出すと、こう、端前テスラあっても、マスケットがクロスを殴るんですよ。マスケットテスラって射程がマスケットの方が長いんで、こう、一方的にね、マスケからクロスを射抜けて、テスラの攻撃を受けないっていう、こういうところですね。まあ、ここはちょっとスケでなんとかカバーしてますけど、そう。一方的に殴れるんで、この位置のマスケットを覚えておくだけで、クロスに対してもね、立ち回りやすくなるというか、まあ、防衛、ね、またちょっとずつ変わってくるんじゃないかなと思いますね。で、ここですね、多分僕が攻めたの。ここじゃねえかな。ここ、そう。なんか、アーチャー裂いたすぐだなと思って攻めたんですけど、だからアド取ったんか。攻めて、こう、雪玉で打って、なんか、こう、たまたまね、ダメージ入ったんですけど、相手が鬱陶
を割いたタイミングだったっていうので、まあ正直ほんとたまたまなんですね。僕もこれなんで勝ったんだろうって感じなんですけど、勝ったんですよね。そう、勝ったんですよ。なんで、まあ、こういう勝ち方なのかなっていう。まあ相手がね、こういうファイブとかも、正直、ヤンチーと言いますか、結構攻め系のあるプレイをめちゃくちゃしてきたんで、勝てた感じですね。で、こっちでアド取れてる。で、こうスケラプラスポイズン打って、アーチャー速攻とかして、よいしょ。まあダメージ稼いでるかなーって感じで、なんで相手が結構こう、コスト過剰に使うのを待ってるかな、僕としては。そんなイメージがありますね。でもこっからは、時間なんで、勝ちかなって感じです。もう陸ずっと受けれますし、無限にスケラ打てるんで、でも橋の、攻防ですね。どんだけ施設を置けるか大会。で、こっちサイドは3600タワーがほぼ削られてないんで、基本的にあんま守る気はないですね。こんな感じで、軽めにですね。折られなければいいんで。というわけで、多分逆サイド攻めつつ、もう、カード回し、プラスの、そうですね。適当に。はい、イチャイチャしとくだけで、まあもう3倍になるとね、意外とこっちの方がもしかしたら有利かも。知れません。という感じで、最近マジで生放送してます。で、今日もこの動画が何時に上がるかわかんないんですけど、まあ、この動画が上がってる時に多分生配信してると思うんで、多分なんですけど、はい、良ければね、見てみてください。もうガチのね、シーズン終了の、バトルやってるんで、で、まあこの動画をね、もし夜とかに見たなーって方は、こう、生放送ね、アーカイブ、残ってるんで、ぜひね、その動画とかもね、見てもらえたらいいかなと思います。はい。生放送めっちゃしてます。もう1週間ぐらい連続でしてるかも。1週間もったかな？でも5日ぐらい、はい、連続でしてます。なんで、よければね、見てみてください。で、今ね、こう、さっきまで、ヤキちゃんと、焼き鳥とね、ずっと通話してたんですよね。お互いトラ上げで。そう、7時間ぐらいでね、トラ上げしてましたね。で、今、オールしてるんですよね。やばいっすね。ちょっと意識高すぎて、こう、まあ、トラ上げもだし、まあ、いろいろね、ちょっとゆっくりしてたら、こう、朝になっちゃってましたね。なんで、今、朝10時ぐらいかな。はい。まあ、なんですけど、まあ、シーズン最終日なんでね、そんぐらい、こう、追い込んで、上にね、上がりたいなとは思うんですけど、上がれるかはわかりません。よいしょ。はい。で、今回の対戦相手は、まあ、エリゴレなんですけど、エリゴレは相手のスペルが、ファイブオーポイズン、ライトニング、クエイク、ロケット、まあ、基本的に5種類に分かれると思うんですよね。で、こう、厄介なのが、クエイクとライトニングかなと僕は思ってまして、ファイブとかポイズンだと、こう、基本的にボムタワーとマスケって話してたんですけど、どっちかは残りますし、こう、ボムタワーがワンパンされないんで、結構守りやすいんですよね。エリゴレに対してちゃんとボムタワーを、真ん中の定位置に置いて、マスケット離してあげたりっていうのを徹底しとけば、基本的に、守れるんでいいんですけど、こう、ライトニングと、クエイクになった時に、ボムタワーがやっぱすぐね、壊されて、ダメージ受けて、なんかタワーぽっきりみたいなのよくあるんですけど、まあ、そこの防衛の仕方ですね。はい、そこ見てもらえればいいかなと思います。で、こういうマジアチャとかのダメージは許容して、抑えていきます。で、さっき防衛でライトニング打ったんで、多分ここもアイゴレからのスケル打っちゃうと思いますね。アイゴレ、打たない。全然違うこと言っちゃってる。きつい。一回、ま、マスケに絶対なんか対応してくる読みの後ろからですかね。で、アイゴレの、スケラの、で、ポイズンか。ここ、スケラ打ったのは多分ヒーラーが回ってないっていうのが僕は分かってたんですね。スケラ打つので重要なこととして、相手のヒーラーがいると、こう、全部回復されちゃうんですよね。なんで、こう、ヒーラーいるときは、まあ、徹底するのがポイズンを打たないことを、まあ、濁念とかマジック、まあ、濁念とかかな。いや、ポイズン打たないことを、まあ、気をつける。それだけで相手のカウンターを棒ポイで抑えやすくなったりもするんで、よいしょ。で、ここですね。ここでスケラ打っても、マジアチャとヒーラーで回復されちゃうんですよ。なんで、ここで、こう、スケラ打たずに、ポイズン雪玉のアイゴレバカで濁音を溶かしますね。なんですけど、ヒーラーで回復されちゃうっていう。まあ、なんで、こう、今のはスケラ打ってるとアドになってましたね。全部こう、ユニットで受けられて、スペル打てないし、回復されて、みたいな。よいしょ。で、ここは棒ポイ張りつつ、雪玉ですね。ポイズンプラスの雪玉で、基本的にライドラってミリ残りになるんですよね。なんでタワーとかかすれば、コウモリとかかすれば落ちるんで、まあ結構ボーボーしますね。これライトニング警戒したんですけど、まあ相手回ってなかったですね。で、ポイズン打って、もう
雪玉ね、もうスケラープラスの雪玉勝手にチンコが入って落ちてくれるんで、よいしょ。はい、てなわけでですね、まあヒーラーいるときには基本的にスケラーはあんま打たない方がいいですね。僕がやってたイメージは、まあ入りこれが結構多いですね、上位に行くと。はい、というわけでさあマルチャー行っちゃいますよ。よし行くー、勝ちだ。勝てば8-1で、日本人のプロ初8戦はヤキちゃんで、僕がね日本人、2位の2番目にね8戦到達しまして、8100にはなんと、日本人のプロ初焼き鳥で、ここで僕がまた8100到達すれば日本人の、プロ2番目ね、また僕というわけで、こうちょっとね仲良くトロ上げやってるって感じです。ビーパーほぐれてタッカトロ、これねワンチャン勝てる。ホグファルチホグファルチロケですね、ホグファルチバルキリロケでゴブリンがある。これ攻め雪だもん自体、ウッドサイト、え、ウッドサイトのお前ゴブリン来る。あーでもタゲがあっちに、お、アイコネン行け。ゴブリン、ゴブリンが強い。ジコル、ジコル、ジコル、え、ジコルくれ、アイスピーやめろ。うわー取れねか、ふうふうふう、ダメージでかいっすね。でちょっとあの僕マジで勝ちたいんで途中無言になる可能性が、めちゃくちゃあります。でホグに対してホグロケなんで、この人多分ボムタワーが行きますね。うわー緊張するな、やべ、シーズン終盤マルチ結構緊張するんですよね。ホグ受ける、これ行っちゃっていいかな、うわ行かない方がよかったな、まあいいや、ここをちょっと射抜いちゃおうかな、マスケ。いやーちょっと一緒しちゃったか、うわうめえな、まあ間違いなくうまいわな、それこれをゴブリン、アイスピー、はい。で、まあ、ホグは正直防衛雪玉でできるだけダメージ抑えていきたいですね、前半の間は。うん、よいしょ。でワンチャンロケが怖いな、一回逆サイでもいいかな、ファルチェ相手すごい裂きたいと思うんですけどなかなか裂けないんですよね。うわこれやべ、うん、テータが積んでる、スケラ打っちゃおう。でゴブリン来る読み、うわー雪玉打って、まあ、ここはカード回しですけどちょっとダメージ入れば美味しいなって感じですね。 うめえな防衛が、ふうふう入る。うわーこっからですね問題は、よいしょ頑張って、マスケが、マスケの位置がちょっと下手だった、ういこれなー、ポイズン削りしていこうか。ちょっとアイゴルマスケもったいないね今。うわ相手余裕かましてますねマジ。うんこれ美味しい。ワンチャン。ウッド、うわーうめえな、なんで？こんな入んない、ロケウッド圏内っすね、もう、うわワンツースリーか、ワンチャンまだ耐える、ワンチャン耐えるんじゃない、ワンツースリーだ、うわぴったりだ、うわーそんな運命みたいな、うわーくそ、いや悔しいなーマジで。というわけで終わりたくないんでラストいきますか。いやー今のな、一回あのアイゴルマスキがなんか逆に謎に、謎に逆か言った部分が、まあ、やっちゃったかなーっていうのと、まあ、それ以外はただ相手のなんかねファルチが強えのとファルチがうまいですね。てかあのファルチオグがねこう多分理論上今の環境めちゃくちゃ強いと思うんですよ。なぜならラバーに勝てる、ファルチで勝てる、エリゴレに勝てる、でスケラにもゴブリンがすごい強いんで勝てる、でファルチェにも、あ、じゃあマジアちゃんにもこうファルチェで勝てるっていうので、あらばー、あれはね結構今の環境トップレベルで強いなと思っております。さあペッカバルーンでしょう、アナバンは、アナバンペッカバルーン以外知らないよ俺。
トロ高えな。8160、この人めちゃくちゃスナイプっていう、こう相手の潜ってるのを見てマッチング狙って相性いいからって対戦行くのがすごい上手い人ですね。うわー、これよくねえな。ケツペッカ来たらちょっとやばいね。うん、危ない。雪玉でいいルート強制ですね、これは。いいルート強制。ふぅ。で、あ、違う、ペッカじゃねえ。これ、ヤナアメライとか、フリーズ、なんかだ。全然違う。変えてる変えてる。ラッキーラッキーラッキー。ラッキーなのかわかんないけど、若干厄介ではありますね。バルーンだな。これ打っちゃっていいな。打っちゃって結構きついはずなんだよな。うわ、カウンターがえぐい。ユニットの防衛でカウンター来ますね、これ。端？うわー、いていていて。まあまあまあ、ここ強ですね。ここでユニット濁流とか咲いちゃうとこの後よりねしんどくなるんで。でここはさすがに咲くか。ワンチャンいらなかったけど、まあまあまあ。うわー、勝ちてえなー、勝ちてえ。このトロフィーはでけえけど相手が間違いなくうめえ。ここだな、攻めトルネがあるのと。そうなんだよな。よいしょ。うわ、すげえな。なんかもう違うんだよな、こんな攻め方するの。ほんとこいつしかいねえ。まだフリーズなんで普通にスケラーはきついと思うんですね。これ結構きついと思うんですね。よいしょ。ノックバック遅延。いや、防衛がうめえなマジで。さあ、これ一回後ろからか。うわー、この後ろからも厄介ですね。これ内側で絶対バルーン釣れる位置。これやべえな、来るで、めっちゃ来るで。ボーポイ貼るで、これバルーンボムで、ボムで釣れる。オッケーオッケー。うわ、えぐ、相手の攻め今見た、わっけわかんねえ。で結構やばい。まあ雪玉あるのとワンチャン逆サイ僕は削れるっすね。これいっちゃっていいな。ちょっと一回こういう攻めして結構きついで。これ全球は無理やで。入れ入れ、スケラお前らの脇次第。これさ、買ってくれ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、お願い、耐えて耐えて。雪玉丸だって一発耐えて来たくね。うえー、来たー、しゃよし。いや、でかい、マジでかい。これさっき負けたんすけど、こう圧倒的にプラスの方が多いっていう。いや、来ましたね。ワンチャンちょっと届かないか。はい、ちょっと、いやー、嬉しいね、嬉しい、マジで嬉しい。ちょっと32、このままね、ちょっとシーズン終盤もね頑張りたいと思います。もう終盤なんですけど、はい。というわけで今日はちょっとリップ解説と最後マルチね一勝いっぱいって感じだったんですけど、まあこのデッキはまあダクネが今後加工されるんで、まあ、確定しちゃってますね。なんでまあどうなるか分かんないですけど、まあ全然ねまだ使えるかもしれないんで、よければね使ってみてください。というわけでこんな感じで終わりにしてと思います。よければねチャンネル登録と高評価の方もお願いします。で生放送ね、よければ本当に見に来てください。なんかこう結構深夜とかだと深夜テンションだったりこうなんかねまったりしてるんで、はい、ぜひね気軽に見に来てください。コメントもぜひお願いします。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。